ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、今日は一時ジャック、おはよう。おはよう。はいはい、今7時過ぎです、ね、パパとママはこれから準備をしてお風呂入ったりしてご飯食べたりして10時半ぐらいには家を出て野外ライブです。野外ライブっていうかオープンマイクです。なんかすごく寒いんじゃないかって警戒してましたが、今部屋の中はねエアコンは入れてるんだけど、トイレに行ってもそんなに激寒ではないので、うん、ひょっとしたらただ気温が上がらないタイプの寒いかもしれないのでね、重装備は一応していきます。暑かったら脱げばいいっていうスタイルにしていきます。はい、はい、こちらはパンちゃんです。ポンちゃん、おはよう。ポンちゃん、ポンちゃん。ポンちゃんは、あったかいとこついてるね。よかったよかった。はい、ポンちゃん。また今日も、ちょっと長いお留守番になると思うんだけど、許してください。お昼に外で、歌った後ですね、夕方になる前、昼過ぎぐらい、夕方前にはまおいママさんはパートに出かけ、クロケンパパは夕方からフォークソング同好会に行きます。はい、今日の野外のやつがね、なんか予定表を見るとまだ隙間があったので、ひょっとするともうちょっとやってとかってなるかもしれないので、時間的にはね早い時間、もしくは黒剣だけ残ってやるとか、はい、まあちょっとどうなるか分かりませんが、一旦家に帰れるかどうなのかをちょっと家に帰ると、僕の場合は一旦家に帰ってもいいんだけど、まおいママさんは無理だね、うん、あの直接行った方が距離もそんなに長くないし、うん、疲れないだろうと思われます。ということで頑張ります。お風呂入れよう。ポンちゃん、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 今日は一日大変でした。大変でした。ライブに出て、うん、マオイママさんはその後パートに出て、うん、そしてその後クロケンさんはフォークソング同好会に行って、うん、そして最後の最後に、マオイママさんがパートから帰ってきてフォークソング同好会に合流して一曲だけ歌いました。そして今帰ってきてご飯食べて寝るとこです、うん、おやすみ。おやすみ。そしてじゃん、ジャン君は先に寝てもう寝てます。おやすみなさい。暗いね。